はいどうも、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。日本で生まれ海外取引所に進出を果たした仮想通貨アスターネットワークが今コーファンダーを連発しているのをご存知ですか？なんと規制の厳しい国内取引所への上場がついに決定しました。今回はそんなアスターの熱い最新情報、そして今開催中のアスター限定 NFT がもらえるイベントについてもお話ししていきます。国内初の将来有望なコインで今後大きな利益を狙っていきたい、そんなあなたはこの動画必ず最後までご覧ください。このチャンネルでは鮮度抜群の仮想通貨に関する最新情報、そして利益に直結するような情報を発信しています。例を挙げると直近300倍の価格上昇を達成したフェイム MMA をはじめ、エイプコイン NXD、 あとはステップアップなど大きな価格上昇を達成したような銘柄を紹介してきました。情報の鮮度が非常に重要な仮想通貨市場は、一つの情報を見逃しただけで大きな機会損失へとつながってしまうなんてことがザラにあります。なので仮想通貨で利益を上げて自由な生活を手に入れたいと思っているあなたは、このチャンネルのチャンネル登録を必ず忘れずにお願いいたします。また僕の公式 LINE では YouTube では公開しないような実践的な情報、またあまり公には出したくないインサイダー級の仮想通貨情報も限定で発信しています。このチャンネルで共有していったフェイム MMA をはじめとして、エイプコイン NXT などを通して実際に僕の公式 LINE で購入方法や買い時などサポートしていった結果、一撃で200万円以上の利益を獲得できたといったユーザーの方もいらっしゃいます。すこぶる貴重な情報を手に入れて爆益を狙いたいというあなたは、この動画の概要欄から僕の公式 LINE の追加必ず忘れずにお願いいたします。それでは本編の方入ります。ではまずこちら今回の動画の内容となります。まずはじめに世界を変えるアスターネットワークとは、こちらですね。アスターネットワーク知らない方向けに簡単に解説していきます。そして次にアスターネットワークの最新情報まとめ、こちらで直近出ているアスターの最新情報をお話ししていきます。そして最後に限定 NFT 受け取り方法についてお話ししていきます。でまず一つ目、世界を変えるアスターネットワークとは。まずですね、今回お話ししていくアスターネットワークという銘柄について理解するためにはですね、その前にポルカドットという別の仮想通貨について簡単に知っておく必要があります。なのでまずはですね、このポルカドットという仮想通貨について簡単にお話ししていきます。まずですね、このポルカドットという仮想通貨どんなものなのかというところなんですが、今ですね、仮想通貨イーサリアムネットワークだったりバイナンススマートチェーンだったり、あらゆるブロックチェーンネットワークが存在するんですが、そんな異なるブロックチェーン同士をつなげることができるといったサービスを展開していく仮想通貨プロジェクトとなります。例えばですね、ビットコインとリップル、こちら全く相関性がないんですが、この2つをつなげて取引ができるようになったりするよというですね、仮想通貨になります。で現状ですね、仮想通貨取引していく上で必ずですね、ブロックチェーンを使用していくんですが、そのブロックチェーンでですね、現状ある問題点が常に出てきているんですね。でその問題点が何かというと、取引するにあたってですね、ユーザーが集中しすぎて取引処理の遅延や手数料の高騰っていう現象がですね、起きているんですね。でそんな問題点をですね、ポルカドットの仕組みによって高速で取引ができ、なおかつ安価な手数料、そしてさらにセキュリティ面も抜群に整えることができるといったですね、今後非常に需要が高まっていくような仮想通貨となっています。ただですね、そんなポルカドットにも弱点がありまして、スマートコントラクト機能がまだ実装されていないんですね。でそのスマートコントラクトって何かっていうところなんですが、仮想通貨の取引を自動で処理することを指します。このスマートコントラクトを実装するメリットとしては、不正などが難しくなり、取引の透明性が非常に良くなり、それによって非常にですね、早く安全に自動で取引が行えるっていうところがですね、スマートコントラクト機能のメリットとなります。でそんなですね、現状ポルカドットに起きている弱点をこのアスターネットワークは解消できてしまうんですね。でそんなアスターネットワークが画期的な理由なんですが、まずですね、そのポルカドットと接続できるブロックチェーンとなります。で一時期ポルカドットがですね、ポルカドットと提携して仮想通貨の開発などを進めていくパラチェーンっていうですね、ものを100枠分募集したんですが、その中のですね、1枠を見事獲得しています。そんなですね、アスターネットワークで先ほどのポルカドットのスマートコントラクト機能というところですね、このアスターネットワークが肩代わりすることが可能なんですね。それによって仮想通貨取引のデジタル化、あとはですね、自動化というところが改善できるので、その結果ですね、取引などのコスト削減を可能にします。でさらにですね、イーサリアム上で開発した仮想通貨関連のアプリを簡単に接続することも可能となります。
ります。なのでそういった面でですね、非常に注目されている銘柄となります。でそんなアスターネットワークがですね、現に多くの需要を呼んでいて非常に注目されている証拠がですね、こちらになります。今ですね、アスターネットワーク自体世界各国の企業と提携したりですね、あとは資金調達をすでに受けている状況となっていまして、そんな提携先のリストだとですね、仮想通貨の取引所ランキング1位のバイナンスラボだったり、あとはですねクリプト .com、 あとはですねパソコンで多く使われている Windows を生み出した世界でも有数の大企業のマイクロソフトだったりですね、あとは Amazon、 そしてイーサリアムの共同創設者でありポルカドットの創設者でもあるギャビン・ウッド氏、そしてさらにですね大きな取引所である OKX やホビグローバルなどといったですね、非常に仮想通貨市場、そしてそれ以外の市場でも強力な企業を複数とですね提携をしたり、あとはですねすでに11億円の資金調達も成功しているというところでですね、非常に今後に期待が持てる銘柄となっています。でここから本題に入っていくんですが、そんなアスターネットワークのですね直近の最新情報をまとめましたので、次こちらお話ししていきます。でまずですね、最新情報一つ目なんですが、アスターと国内のブロックチェーン関連企業の銀行が提携を果たしたというですね情報が出ています。でこれによってですね、国内でのアスター、そして仮想通貨全般のですね動きも活発になっていくんじゃないかなと個人的には予想しています。そして2つ目に、アスターと国内の大手広告サービス企業の博報堂がですね合併会社を設立予定であるという情報も出てきています。そして3つ目に、これがですね非常に大きい情報となるんですが、今回アスターネットワークがですね国内取引所のビットバンクに上場が決定しました。なのでこれによってアスター自体をですね国内で購入することが可能となります。でさらにですね、国内取引所は海外と比較してですね厳しい基準を設けているので、国内で取引できる通貨には限りがあるんですが、今回アスターはそこを突破したということでですね、まあ、そういった面でも非常に期待値が高いと言えます。そして4つ目に、このアスターがですね日経新聞に全面広告を出しました。なので先ほどの博報堂との合併会社設立予定といったですね情報とも付随してくるんですが、今ですねアスター非常に国内での広告関連のですね動きが活発となっています。なのでこれによってですね新たな参入者が増えてくることも予想できます。そして最後5つ目なんですが、こういったですね一連のコーファンダが続いたことにより、ツイッターでですねトレンド3位にアスターが上がってきました。なのでこれもですねアスターが現状非常に注目されている根拠となります。なのでアスターはですね今非常に国内外でですね強力な地盤を固めつつありますので、まあ、現状ですね仮想通貨自体がビットコインに引っ張られて価格大きく下落気味ではあるんですが、ビットコインの価格が反転して上がり始めたタイミングでですね、このアスターも非常に価格安定して上がってくるんじゃないかと個人的には予想しています。なので価格の低い今のうちに仕込んでおくのは非常にいい選択肢の一つだと考えています。では最後になるんですが、今ですねアスター関連の限定 NFT がもらえるイベントが開催されています。で今回のですねこの限定 NFT は誰でも入手することが可能となっていますので、ぜひですねこの機会に限定 NFT ゲットしてみてください。でそんなアスター限定 NFT の受け取り先のリンク、そして受け取り方法に関してはですねこの動画の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらから進んでご確認ください。それでは今回は国内初の高期待値銘柄アスターネットワークの直近の高ファンダも含めた最新情報、そして限定 NFT についての情報を解説していきました。このチャンネルでは引き続きアスターネットワークの最新情報をはじめとした仮想通貨の有益な情報を日々動画で発信していきますので、日々鮮度の高い仮想通貨の情報を受け取って大きく利益を上げていきたいと考えているあなたは、今のうちにチャンネル登録を必ずお願いいたします。でまたこういったですね仮想通貨の最新情報、有益な情報、あとはですね動画にしないような情報についてもですね、僕の公式 LINE、 あとは僕の公式 Telegram の方で最速でリアルタイムで発信していきます。なので仮想通貨の利益に直結するような情報を最速で受け取って、他のユーザーと大きく差をつけていきたいと考えているあなたは、チャンネル登録と合わせてこの動画の概要欄から僕の公式 LINE、 そして公式 Telegram の追加も必ずお願いいたします。で最後になりますが、もしこの動画役に立ったと思っていただけたらですね、この動画の高評価、そしてぜひコメントの方もよろしくお願いいたします。それでは今回の動画はこちらで以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。